どうも、ひとです。皆さん、本日のワンピース最新話読みました？最新話1017話ですね。本日なんとあのルフィ、モンキー D ルフィの悪魔の実、まあね、あのゴムゴムの実、ゴムゴムのバズーカーとか言ってるから皆さん多分ご存知だと思うんだけど、それに関するまあ非常に重要な設定っていうんですかね、まあ、あの事実が明らかになったということで、それについてまあ感想だったり僕自身の見解なんかを話させていただけたらなと思います。で、まあ、まず一つ注意で、まあ、これネタバレ、まあ、結構あるかなと思うんで、まあ、先日ネタバレありの感想はもう話しませんって話したばっかなんですけど、まあ、ワンピースっていうね、あの今週のワンピースっていうことで本誌があの感想を推奨しているってこともありますし、まあ、ツイッターとかですでにもう対応のネタバレ画像とかまで上がってるので、さすがにネタバレの意見ぐらいは言っていいだろうと。まあ、しかも僕自身もね、この、まあ、今回の話もすごい面白いなっていうのを思ったのと同時に、あのこれはぜひ語りたいなっていうのがあったので、あの語らせていただけたらなと思います。ですので、あの読んでない方とかちょっと注意していただきたいですし、あの、まあ、そのなんかその話の内容を知る目的で見るってのはちょっと勘弁いただければなっていうのを思います。いや、まあ、ツイッターのね、あのネタバレ画像どうかと思いますけど、今回はですね、まあ、1017話のもう本当に最後の方ですよね。まあ、最後か、最後のコマですよね。まあ、12年前、政府の船で護送中の悪魔の実が奪われたと。そして2年前、ムギアン・ルフィが頭角を現した時、俺は驚いた。あの時奪われたゴムゴムの実を麦わらが口にしてたからだ、ということで、まさかの一夜越しの伏線回収が来たということで、もうこれはね、それは盛り上がるでしょう。もうみんな、もうめちゃくちゃ、まあ、今週のワンピーね、もう普通にもともと盛り上がってるのかなと思ってますけど、いや、今週って今日めちゃくちゃトレンド入りもしてますし、ゴムゴムの実とかトレンド入りしてたから、え、なんだろうこれって思われた方もいらっしゃると思うんだけど、いや、もう超重要な悪魔の実だったと、いうことが、まあ、ゴムゴムの実ね、昔、まあ、船で、護送されてたと。政府の船で護送中だった悪魔の実を、まあ、時系列たどると、政府の船で護送中だった悪魔の実12年前ですね。で、それをシャンクスたちが奪って、で、それを、ルフィが、まあ、まさかのあの56個王将のヒグマとかいうのをね、あの村を襲ってきてる時に、まあ、誤食べてしまったというのが、一連の流れだということになります。いやー、驚きですね。あんだけしょぼいしょぼいと、ハズレの悪魔の実だと言われてきた、あのゴムゴムの実さんが、こんなに重要な悪魔の実だと言われても、ね、政府の船に護送されてたんですかって皆さん驚いたと思うし、こうなると、あのシャンクスがね、まあ、あの、片腕を失いながら、まあ、ルフィを守ったっていうあの1話だよね、あれ。もう伝説のシーン、もう僕も、てかみんなあれで、シャンクスみたいな男になりたいなと、自分のことはね、どんだけ言われても全く怒らないけど、友達のことは絶対に許さないんだっていう、もうあのかっこいいすぎる、僕もシャンクルスになりたいと思ったし、みんなも思ったんじゃないかっていうぐらいね、もうその、あの描写がもしかしたら意味合いが変わってくるんじゃないかと。あのゴムゴムの実を守るためにルフィを助けたんじゃないか、実はルフィを助けようとしなかったんじゃないかっていう意見まで出てきているっていう事態になってます。で、まあ率直に言うと僕は違うと思ってます。さすがにだってシャンクス、あんなに自分だって酒ぶっかけられてもバーンってやれても何も起こんない。些細なことは起こらない。友達を傷つけて絶対許さないとってね。僕は未だにあの頂上戦争のこの戦争を終わらせに来たって言って、ね、あそこに入ってくるあのシーンを僕未だに撮り合い何回見ても立ちますけれども。あんなかっこよい男が悪魔の実ためだけに片腕を犠牲するわけないんですよね、本当に。まあもちろん、そのゴムゴムの実が重要だからそれを守りたい。その気持ちもさ、多少あったかもしれないけど、第一はルフィのためだっていうのは間違いない。もうこれはワンピースをこれまで1017話全部読んできたら絶対にそういう意見になると思うので、間違いなく今言ってるその、まあ、ゴムゴムの実が、ゴムゴムの実を守るためにシャンクスは、片腕を犠牲した説は、まあないと思ってます。はい。っていうのは、まあ僕が言いたかったことはまず一つ目というところで、いやー、で、ゴムゴムの実ね。まあ、なんか一時期はあれだ、ゴールディ・ロジャー。まあ、ロジャーが、実はゴムゴムの実で戦ってたんじゃないか。まあ、まだ明らかになってないですよね。ロジャーの悪魔の実何だったかっていうのは。まあ、でもその説はもうほぼ否定された。まあ、ロジャーの格解像とかもあって、どうやらこれゴムゴムの実じゃねえなっていうところが多分か、まあ、否定されたと思うんですけど。すいません、僕も、まあ、1017話もさすがにちょっと忘れてる部分もあるんで、もしかしたら間違ってるところもあると思うんですけど、まあ、その点はご指摘あっていただければと思いますけれども。で、あの56個殺しのヒグマっていうのが最初の1話かな、出てきた山賊ですよね、ブレーみたいな、なんかの船でね、あのルフィ連れ去って逃げちゃって、で最終的にはサメが何か食われたんかな、サメじゃないかヒグマかな、ね、ヒグマじゃないか、まあもう食われたってとこで、まあ、そのシーンも1話にあったわけなんですけども、その56個殺しのヒグマも超重要人物だったんじゃないのかっていうのも今出てきてますよね。まあ、シャンクスがあの相手に手こずってたことによって、まあ、ルフィが結果としてその超重要な悪魔の実、ゴムゴムの実を食べたということで、いや、あの実ってな、
外れだって言われてたし、実際僕もそんな、まあ、今のところ覚醒もしてないからね、まあ、伸びるだけって、まあ、弾力、まあまあまあ、あの、斬撃に弱い、まあ、打撃には強いみたいな感じの設定ですけど、まあ、強い身ではないですよね、普通に考えて。まあ、エネルとかのね、ゴロゴロの身でしたっけ、ああいうのとかと、もうなんか、まあ、今やってきてる、まあ、4校とか、まあ、なんか、次元が違うんで、元からめちゃくちゃ強いってキャラですけど、うん、悪魔の身ね、まあ、あれか、黒ひげとかの悪魔の実とかマスめちゃくちゃ強いですよね。そういうの考えたらゴムゴムの実が今更重要だって言われてもちょっと驚きだし、なんか唐突すぎないかっていう意見も結構見ないで、僕も結構そういうの賛同してますね。まあ、だからまたなんかその強い実とかっていうよりまた違った希少性とかあるんじゃないのかなっていうのは予想できますよね。まあでもゴムゴムの実は超重要だっていうことになって、がぜんなんかこうね、うん、まあルフィを助けてくれたシャンクスが4校だったっていうのが分かった時ばり以来、だから実はシャンクスが超強かったっていうのが分かった時ぶりぐらいに僕は衝撃を受けたような気がしますね。でもそれにしても、1017まで来て1年じゃないよ、1話でね、まあ奪われたって言ってたわけですよ。ね、ゴムゴムの実が、せっかく、敵戦から奪ったゴムゴムの実が取られたぞ何みたいに言ってたんですね、1話の時に。その伏線をここで回収してくるっていうのが、小田先生だってなりますよね、もう。すごい、なんでここまでもはや、こんだけもうね、持ちこたせて、しかも、ね、今日、明石のキャラもなんでもないキャラじゃないですか。まして僕の認識が間違ったらあれですけども。こんなに唐突に出てくるのかというところでね、まあ、今はまあ本地の方では和の国編ということで、まあ、大変熱いルフィやばいぞっていうなんかまあ展開、まあ、ちょっと一応濁しておきますけれども、やってますけれども、それをなんか全て吹っ飛ばすような、もうルフィが大丈夫かっていうのを吹っ飛ばすほどの重要情報だったんじゃないですか。いや、もうめちゃくちゃ盛り上がったし、多分ワンピのファンだったらみんな盛り上がる。まあ、ワンピ知らなくても多分ゴムゴムの実とかね、ゴムゴムのバズーカーとかみんな知ってると思うから、そんなあれ重要なのっていうのはね、多分皆さん思うと思うんですよね。で、まあ今後多分その、なんで重要なのか、実はめちゃくちゃ強い、覚醒したらやばい能力がありますとか、まあでもその可能性もあるか。覚醒、今ね、カイドウと戦ってるんですよね。で、そのゴムゴムの実の力が覚醒して倒すみたいな可能性もやっぱ十分あるので、まあ、その覚醒した時やばいぐらい強いとかいう可能性もあるし、まあでも結構僕はその重要な悪魔の実、なんか昔使った人がな、その成り立ちがとか、そういう、まあなんか最初の悪魔の実とわかんないけど、まあそういうなんか重要な実は設定があるんじゃないかなと思ってますね。なんか実は最強の悪魔の実だったらルフィとっくに覚醒させるってると僕は思うので、まあね、ゴムゴムにまあ覚醒しないですよねってことで、まあその辺楽しみではあるんですけど、まあひとまず超重要なことがわかったというところで、まあ、ワンピースもね、未だに1000話超えてもこんなに話題になるっていうのはすごいっすよね。っていうのは思います。で、先日はワンピース、アニメのワンピースの方でもおでんのとこやってるらしいんですけど、今もう超神回やったらしくて、今僕も視聴さんが教えていただきましたけども、まあアニメも盛り上がってるということで、ワンピース、まだまださすがのワンピースさんというところね、今後とも僕自身大いに応援していきたいと思います。ということで、そういえばワンピースの本紙持ってたんだよな。これか。これか。少々お待ちくださいね。いやね、漫画はもう本当にたくさん持ってるんですけどね、まあ、しっかりワンピースの最新刊、買わせていただいております。こちらのなんか99巻、100巻、101巻でこう1万円になるんですよね。まあ、それも僕結構楽しみにしてるんですけど、いやー本当に豪華で、まあ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 、もう激アツなのはもう一目瞭然ですよね、この表紙を見れば。まあ、ビッグマムとかね、もう、まあ、今街道編っていうとこですけれども、いやー今後とも大いに楽しみだし、まあどんぐらい完結迎えるか分かんないけれども、まあ、完結も確実に近づいてきてると思うので、最後までワンピースさんを楽しみに、読んでいきたいし、この100巻、101巻の表紙でつながるのとかね、ワンピースのこの今後のゴムゴムの実の動向とか、完結ワンピースの正体は何なんだというかね、その辺の楽しみに本当見ていきたいと思います。という感じで、今回の、衝撃展開、ワンピースの出てくるルフィの悪魔の実、ゴムゴムの実は実は超重要な実だったというね、話は以上となります。コメントくださってありがとうございました。それでは、さよなら。